さんこんにちは、営業担当の中谷です。皆さんこんにちは、企画担当のセリタです。今日はですね、こちらの TT580 を実際に使ってみたっていうことをやってみたいと思います。実際に使ってみたデータを見ながらセリタさんに、詳しい見方を教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回新商品として発売した TT580 について少し説明できたらと思います。まずこの TT580 はですね、普通の温度と湿度を表すものに加えて下側にグラフがついているような商品になります。これで1日の温室の変化を見ることができます。プラス1週間分の温室度の変化もこのボタンを押すことによって見ることができます。それをまとめたものがこのリップになるんですけれども、こちら上に書いてあるのはそのメモリーした日の1日の平均の温度と湿度、下のグラフがですね0時から24時のグラフを温湿度の推移を表したものになっています。ところでこのリップなんですけど、タニタのある部屋ある部屋の温湿度の推移を見たものです。こちら平日7月12日木曜日の平日の温湿度の推移を見てみたんですけれども、だいたいタニタ社員早起きなので7時ぐらいから出社してきて、だんだん温度が下がるような形ですね。出社してきて冷房をつけて下がってきてますね。そして下の2つのグラフはですね、日曜日タニタのお休みの日のグラフなんですけれども、どうですか高谷さん。これもすごい夕方にかけて温度が上がっていて、これ一番高いところだとなんと39度にもなってますね。湿度も、こちらは湿度のグラフになるんですが、湿度も平日と休日ではすごく全然形が違いますね。こういった温湿度の推移が分かるのはこの TT580 だけです。このように1日のデータの変化と1週間の変化っていうのもきちんと見ることができるので、お家でペットを飼われている方や小さいお子さんがいるご家庭にとってはとてもいい商品なのではないかなと思います。ぜひ皆さんもお家で使ってみて、ご自宅の環境をもっといい環境にしてみてください。これからもタニタでは健康に関する様々な情報をお届けしてまいります。チャンネル登録よろしくお願いします。